ハーモニーを響かせるのは神戸で誕生した演劇集団神戸セーラーボーイズです。2ヶ月前オーディションが行われ、13歳から18歳までの少年10人が選ばれました。メンバーのほとんどが初の舞台出演、練習に励みます。下手の5人、すごい棒立ちの感じがもっとエネルギー出していこう。そして迎えたお披露目の日。招待客らの前でおよそ1ヶ月間練習した歌とダンスを披露しました。衣装がいいですね。すごく神戸らしいなというふうに思って。宝塚歌劇場があったりで、女性のイメージがすごい強いんですけれども、やっぱりなかなかこの男の子たちもいけるよ。達成感があり、これからも頑張っていこうという気持ちになりました。目標はこのステージを全員埋めるということですね。神戸からスター誕生となるのでしょうか。